もう飲んでますけどね。今日のお酒、いつものやつ、デリカメゾンの白、これをいただきたいと思います。あまり強くはないんですけどね、いつもの安いお酒です。どこのスーパーにも多分置いてると思いますけどね。それでは乾杯。緩い動画を撮りたくてこういう形でやってます。お酒を飲んでタバコも吸いませんけど吸います。皆さんもお酒を持ち寄って、まあウイスキーでもワインでもビールでもで、タバコを吸いながらね座れる方は気楽にジャズの BGM を聴きながらね、ご視聴いただけるとありがたいなと思っております。これは別に生放送じゃないんでね、一応編集はしますけども、ほぼノーカットでいきたいと思います。噛み噛みになるかもしれないですけどね、普段よう噛むんで、でちょっと聞き取りにくい言葉もあるかもしれませんけども、それは先に謝っときます。まあこんな感じでジャズを聴きながらまあさっきも言いましたけど、なんかね、語りたいなって思うことを語ろうかなっていう、そういう動画にしたいなと思っております。タバコ吸いながらね、ちょっと失礼しますけど、この画角というか色合いの設定に1時間かかりました。1時間かかりました。まだよく分かってないんでね、 EXZ1000 難しいですよね、カメラは。で、まあ1回目別にテーマなんてないんですけど、まあ今思いついてタバコの話ね、タバコの話をしたいと思いますけど、私にまつわる、学生の頃はねタバコは吸ってなかったですよ。社会人になってからです。社会人デビューです。で今ではね一箱では足らなくて1箱半、休みの日なんか2箱行きますから、まあ時代と逆行してね、ヘビースモーカー街道まっしぐらですよね。お金かかりますけど、皆さんは吸われますか？まあストレス発散ですよね、タバコって。害はね、百害あって一利なしって言いますけど、タバコやめてそのストレス
の方がだいぶ害があると僕は思ってますから、未だにやめてません。まあやめようと思ったこともないんですけどね、未だに吸ってますよ。まあ1日に1箱から2箱、月でいうとまあ2万円ちょっと超えるぐらいですかね。もったいない話ですけど、まあこのタバコに耐えれるものがないというかね、周りには冷たい目で見られますけど、で会社でもね、あの辞めた人間が数人いましてね、かなり上から目線でお前も辞めろよって言われるんですけど、そういうわけにいかないですよね。なんか体壊したり、もうやむにやまれぬ事情、やむにやまれぬ事情じゃないとなかなかやめれないというね、病気にならない限りはやめれないです。でね、あの辞めようと思ったことは一度もないんですけど、過去に1回だけね、辞めざるを得なかったことはありましたね。あの皆さんご存知かどうかわからないですけど、入院ですよ。去年入院しましてね、ちょうど去年の11月の頭ですね、まあ今頃の時期ですか。よう噛むでしょう、いつもこんなんなんですよ。あのまあそれは置いといて、入院したらね、もちろんタバコなんて吸えないわけで、あのまあ奈良の大学病院なんですけど、そこはもうまあ建物全体もちろん禁煙、部屋の中で吸ってももちろんダメで、であと敷地内も全て禁煙っていう感じでね、結構厳しかったんですよ。ただまあね、一箱は必ず吸うような私ですから、まああのカバンに何個か忍ばせていざ入院するわけなんですけどね、1週間ね。まあ入院する前に吸いだめなんかしてね、近くのコンビニで吸いだめってようわからないですけど、でいざ入院してね、1日持ちません。もう初っ端最初の日でもう我慢できずに隠れて吸うてました。あの動画でもね上げてますけども、隠れて吸うてました。ダメですよ、ダメですけど我慢できないんですよ、中毒ですよ、中毒ね。まああのいざ入院してね、まあ他の患者さんがあと3人いたわけで、そのうちの1人がねタバコ吸われる方で、で聞いてもないのに教えてくれるわけですよ。どこどこで吸えるぞと、この時間帯は楽勝で吸えるぞみたいなね、聞いてもないのにね。でまあ教えてもらった通りに、まあ僕が吸ってたのはまあ自慢じゃないけど、自慢して話すようなことじゃないですけどね、あの病院の裏口を出てしばらく行くとスロープがあり、トンネルがあり、で駐車場が広がってる、でその途中のスロープには外壁がありますから、その陰に隠れて吸えるぞと、あんまり人通りもないし、でたとえ見られたとしてもおそらくそれはお見舞いに来てる方だから、中のスタッフからバレることはまずないっていう形でね、でそこは必ず吸えるという風な感じで教えてくれたわけですけど、
もう初日でそこ行きましたよ。ポケットにね、タバコ忍ばせて、ナースステーションをね、しらーっとした顔して通り過ぎて、いかにも売店行きますっていうような顔してね。もう初日でアウト。中毒ですから。でね、まあ一日とはいえね、夕方までは一応我慢したんですよ。朝から夕方までは。その期間、開けたおかげで一本目、吸うたらクラクラ来ましてね。しゃがみながら吸うてて、で立ち上がろう思ったら、立ちくらみ。グッサン TV から新着動画ありましたよ。よく撮りますね、この人毎日ね。まあそれはいいとして、まあそんな形で我慢せなあかん場合でもね、我慢できなかったという意志の弱いバコチャンネルの主なんですけど、まあそんな意志の弱い僕でもね、この YouTube は去年の夏から始めてますけどね、1年以上頑張ってますよね。頑張ってるって自分で言うのもなんですけど、まあ次回はですね、 YouTube を始めたきっかけみたいなことを話せたらなと思ってます。はい、ちなみに、まあ、さっきも見せましたがね、ラークの 9mm です。あの、下手したらもうちょっと上行きますからね、ちょっと我慢して 9mm です。まああの、こんな感じでね、取り留めもない話おそらくこれから続くと思いますけど、まあ一応こう、なんていうんですかね、雑談形式の雑談シリーズの、まあ、新しい形と言いましょうかね、ちょっと雰囲気を持った形で雑談していきたいなと思ってます。よかったら聞いてください。皆さんもね、お酒飲みながらタバコ吸いながら気軽な形でちょっと喋りたいんですよ。カットもなしで。噛みますよ、噛みますけどね、たまにはこんな感じで動画を撮りたいと思ってます。はい、そろそろ時間なんで終わりたいと思います。もうちょっと飲み干してしまったんでね。それじゃ第1回目雑談トークテーマタバコ、次回はね、 YouTube を始めたきっかけを語りたいと思います。それでは。